谷垣,一谷垣定一、谷垣定一、谷垣定一、1945年、昭和20年3月7日体は、日本の政治家、弁護士、税理士、京都府遺族会会長、有林会特別顧問。衆議院、議員、12期、科学技術庁長,長官、第56代、総理府原子力委員会委員長、第56代、大倉政務次官、小淵内閣。 金融再生委員会委員長、第3.4代。国家公安委員会委員長、第69代。産業再生機構担当大臣、第1次小泉第1次改造内閣。食品安全担当大臣、第1次小泉第1次改造内閣。財務大臣、第3.45代。国土交通大臣、第9代。海洋政策担当大臣、福田康夫改造内閣。法務大臣、 第93代、自由民主党総裁、第24代、自由民主党政調会長、第50代、自由民主党幹事長、第47代、自民党タバコ議員連盟顧問等を歴任。父は、文部大臣、第100代を務めた、衆議院議員の谷垣千一。祖父は、陸軍中将の影笹忠明。京都府福知山市生まれ、谷垣千一の長男。 麻布中学校、高等学校を経て、東京大学法学部第一類、司法コース卒業。東大卒業後、司法試験を数回受験し、1979年に合格。司法修集第34期を修了し、弁護士となる。野田総合法律事務所に所属していた。1983年、父、先逸の死去に伴い、父の地盤を継承。 1983年の旧京都2区補欠選挙に自由民主党公認で出馬し、初当選した。当選後、選挙戦中に、旧京都2区に20日間泊まり込みで支援をした白川雅が所属し、なおかつ防府も席を置いていた高知会に入会。この補欠選挙では、前尾重三郎の死去に伴って、同じ旧京都2区から野中広武も当選しており、 選挙の実務を担当したのが、当時党総務局長だった小沢一郎である。1995年、衆議院議員運営委員長に就任。1997年、第二次、橋本改造内閣において、科学技術庁長官兼、総理府原子力委員会委員長に任命され、初入閣した。1998年の、第十八回参議院議員通常選挙で大敗した。 橋本龍太郎が大臣、その後成立した小渕内閣では大倉政務次官に起用された。首相の小渕恵三が元首相の宮沢喜一に大蔵省就任を要請した際、就任の条件の一つに挙げたのが谷垣の大倉政務次官への就任であったため、閣僚経験者ながら政務次官に就任した。金融国会においては金融関連の成立に尽力し、 小渕第二次改造内閣で金融再生委員長の大地道夫が出現により辞任した際公認に起用された。第一次森内閣において金融再生委員長に再任。2000年の加藤の乱では高知会会長の加藤光一に同調するも内閣不信任決議案可決の試みは不発に終わった。谷垣はこの際。 賛成票を当時に向かおうとする加藤の腕をつかみつつ、あなたは大将なんだから、一人で突撃なんてダメですよ、と訴え、異流に努めた。乱以後の高知会分裂に際しては加藤派に参加した。加藤の乱以後、加藤や山崎拓に連座した議員らは、一様に森政権下では不遇であったが、2001年に内閣総理大臣に就任した小泉純一郎の下で、 谷垣は徴用された。第一次小泉第一次改造内閣で、国家公安委員会委員長に任命され、産業再生機構担当大臣、食品安全担当大臣の補職事例を受けたことを、皮切りに、第一次小泉第二次改造内閣では、塩川正十郎の公認とし財務大臣に横滑りし、小泉が退陣するまでの丸3年務めた。2005年、 加藤派を引き継いでいた小里貞俊氏が政界を引退し、また、同派最高顧問の加藤光一が離脱したのに、伴って小里派を継承、谷垣派会長に就任した。2006年9月、自由民主党総裁選挙に立候補。総裁選では政権構想に党を掲げた。投票の結果、谷垣は703票中102票、国会議員66票。 地方36票を獲得し、安倍晋三、当選、麻生太郎に次ぐ、再会に終わったが、比較的高配路の強い安倍、麻生に大衆派と派の谷垣が、対立軸を明確に打ち出し、三桁の票を獲得する、検討を見せた。第一次、安倍内閣において谷垣派は閣僚及び、党三役ポストを一つも獲得できず、党内非主流派に回った。 与党が過半数割れの大敗を喫した第21回参議院、議員通常選挙後は、安倍内閣の政治姿勢や続投に、公の場で疑問を呈すると、批判の度合いを強めていたが、参院選後の内閣改造、党役員人事においても、谷垣派からの閣僚、党三役への起用は見送られた。同年9月、安倍首相の辞任を受けて行われた自由民主党。 総裁選挙に一時、出馬を検討したが、出馬表明を行った元内閣官房長官の福田康夫派を挙げて支持し、自身の出馬は見送った。幹事長、当時の麻生太郎を破り総裁に選出された、福田のもとで、政務調査会長に起用され、初めて党三役入りした。福田政権の発足を契機に、加藤の乱以来の懸案であった、高知開催決集の動きが、 一気に具体化し、2008年1月には、小賀、谷垣両派の合併が決定、中高地下位構想を同年5月に発足した、小賀派では代表世話人についたが、新派閥の総裁候補は棚上げされたままで、また派内には、菅義偉・らあそを支持する議員も少なくなく、派を挙げて、谷垣を一枚岩で支援する体制は整わなかった。2008年、 福田康夫改造内閣で国土交通大臣に任命されるも、福田は間もなく辞任。それに伴う自由民主党総裁選挙でも出馬に意欲を見せたが、福田康夫内閣の一員であった立場を考慮し、断念。高知会は自主投票を決定した。この総裁選では、高知会から麻生派会長の麻生太郎、無派閥の良佐の薫を率先して支持する議員が現れ、二度、 続けて、出馬を見送った、谷垣の影響力低下を感じさせた。2009年の、第45回衆議院議員総選挙では、京都5区で、民主党新人の元自衛官、小原舞の猛追を受けるも7,032票差で、逃げ切り、10選。2009年9月28日、499票、中300票を獲得し、第24代自由民主党総裁に選出された。 自民党総裁就任時に内閣総理大臣に指名されなかったのは河野洋平、橋本龍太郎に次いで3人目。橋本は村山富一首相の退陣を受け内閣総理大臣に就任。河野は総裁退任後に衆議院議長を務めており、三権の長を経験していない総裁経験者は谷垣のみである。同年10月。 政権奪還を意識する観点から、影の内閣の設置に意欲を見せていたが、党内から影の大臣と大臣の名がつけば、ポスト争いが始まるとの異論が出たため、構想は頓挫した。10月19日には、周期礼大祭が行われている、靖国神社に参拝。自民党総裁の靖国神社参拝は、2006年8月15日、終戦記念日に内閣総理大臣、 当時の小泉純一郎が参拝して、以来、3年2ヶ月ぶりであった。その後、産経新聞の取材に対し、2006年自由、民主党総裁選挙において、首相に就任した場合は、参拝を自粛すると表明していたことについて、当時の国際関係を考慮し、総理は、あの時点では差し控えるべきだという意味ですと述べ、野党になったから参拝したのか。との質問には、 野党であるということを侵略してというよりも、戦争で亡くなられた英霊をお祭りする場は必要だと思うと答えた。安国神社に代わる国立追悼施設の建設については、総裁選時に他の施設を作るのは賛成できないと述べており、この時も記者団に対し、戦争に従軍した方々は、戦死したら安国神社に祭られるという思いを持って亡くなった方が大勢いるので、 その重みはあると述べ、慎重な構えを見せた。11月26日、民主党や公明党などが成立を目指す永住外国人への地方選挙権付与について反対だと明言した。また、党全体を賛成の方向でまとめていくつもりは全くないとも語り、自民党としても外国人人政権に賛成をしないという意向を示した。 天皇特例会見問題では民主党政権を批判。民主党幹事長、当時の小沢一郎による国事行為発言についても批判し、天皇の政治利用とする認識を示した。また、天皇の訪韓にも慎重な姿勢を示した。2010年1月1日、自由民主党総裁として自民党本部から全国の党員、党友組織自由国民会議会員に向けて、 新年のメッセージを送った。1月4日、伊勢神宮に参拝。記者たちに、特に政治と金の問題を見ると、必ず内閣総辞職、あるいは解散によって国民に信を問うところまで求めていかなければならないと述べ、偽装献金問題などを追求し首相の鳩山、幸男が辞任することを強く求めていく考えを強調した。また、週三同日選挙の可能性について、 一つの選択肢として視野に置く必要があると述べた。民主党幹事長の小沢一郎については、小沢が先日の天皇特例会見を内閣の助言と承認に基づく国事行為だとして正当化したことに触れ、小沢幹事長のごときに至っては、あたかも内閣が判断をすれば天皇陛下に何でもお願いできるかのような表現すらとっている。全く、 日本国憲法の構造を吐き違えたものだと批判した。1月7日の新年初の自民党、総裁定例記者会見にて、産経新聞の記者から、鳩山首相がツイッターを始められましたが、総裁はやられるのか、との質問に対し、つぶやくようなことはしない。5まめの歯ぎしりでもあるまいしと否定し、フリーランスの記者から、鳩山首相がブログを始めましたが、総裁として、 ブログを書くつもりはあるかとの質問に対しては、具体的に考えていなと答えた。1月19日、BS 富士の番組、BS 富士ライブプライムニュースにて、永住外国人への地方選挙権付与法案について、米軍普天間基地移設問題を、地方の市長選、2010年1月24日の、名護市長選に委ねうとする動きを見ていると、 地方参政権を付与するのがいいのかどうかと述べ、外国人人政権に反対する意向を改めて表明。賛否では、闘技拘束をかけるべきだとの考えを示した。また同市長選と同日の党大会には、自身の選挙区に含まれる網野町、平成の大合併で、京丹後市出身の野村克也を来賓として、招聘した。2月11日、建国記念の日、 神社本庁や日本会議などで作る日本の建国を祝う会主催の建国記念の日報祝中央式典で挨拶し、現在我が国は非常に厳しい経済情勢のもとにあります。むしろ危機は飛躍するための好機であると捉え、今こそ人づくり国づくりに力を尽くす時であると考えます。と述べた。また国の発展には、 伝統文化の継承と心豊かな人材の育成が必要不可欠として道徳教育の必要性などを訴えた。2月25日、鳩山幸男内閣がまとめた天皇の公的行為に関する見解について国会内で記者団に象徴天皇のデリケートさに全く何の配慮もない政治的英知を書いた見解だ。その都度その都度便宜的に判断すればいいという。 答えだが、憲法の色派も心得ない、分ン物の解釈だと批判した。4月16日、韓国の与党であるハンナラ党の定矛盾代表から、日本における永住外国人への地方選挙権付与に協力するよう求められたが、憲法上の問題もあり自民党は反対の立場だと述べた。4月22日、自民党本部にて行われた定例記者会見で、 鳩山幸夫の元秘書が東京地方裁判所にて有罪判決が出たことに関して弁護士は総理を守る、依頼者を守るのが仕事で総理の責任は説明責任をきちっと果たすと述べ弁護士の国会への参考人招致を求めていく方針を示し鳩山首相は秘書の疑惑は議員の責任と過去に誠にあっぱれな発言された経緯があります ご自身の責任も明らかにすべきであると申し上げたいと思いますと追求する構えを見せた。参議院議員の舛添陽一より離党届が提出された問題では比例代表から選出されており議員辞職をするのが筋と離党届を受理しない旨を示唆した。その結果、舛添は27日の当期委員会会合で除名処分となった。また、フリーランスの記者から このほど、ツイッターを始められた心境の変化についてを尋ねられた際には、若い方々から多くの方の生の声を聞く非常に良い手法であると。必ずしも公式の資格紙面のが愛答演説や集会では得られない声が返ってくるということもあると、周りから勧められたことを述べた。4月28日、宮崎県で家畜伝染病である皇帝液が広がっていることを受けて、 宮崎県で皇帝駅の視察をした。二日後、皇帝駅対策本部、本部長、谷垣帝一総裁を設置し、政府に対し万全の対策を講じるよう申し入れ、野党の自民党が対策本部を設置する異例の事態となった。7月の第22回参議院議員通常選挙を控え、与党を過半数割れに追い込めなかった場合は、総裁を 隕石辞任すると表明し、排水の陣を敷いて選挙戦に臨んだ。公明党との協力戦略が走行し、自民党は51議席を獲得して、改選第一党となり、連立与党は過半数を割り込んだため、谷垣は総裁続党を表明した。2011年8月30日の管内各総辞職に伴う、 内閣総理大臣指名選挙で衆議院において自民党議員の他に無所属の鳩山国夫からも票を得た。参議院では1回目は民主党代表の野田義彦に次ぐ2位の票を獲得し、野田との決戦投票では立ち上がれ、日本、公明党、無所属の大江康弘、長谷川大門からも指示を受けた。2012年1月8日から12日にかけ、 総裁就任後最初の外遊として、ベトナムとインドネシアを訪問した。中国の存在感が増す中、アセアンの重要国である両国との間で、安全保障や経済面での連携についての協議が行われた。なお、法務大臣に就任した第二次、安倍内閣では、法務省の所管は、国内事項が中心であるものの、施設等機関である法務総合研究所の一部局、デル、 国際協力部はアジア圏でのルール形成に日本が積極的に関与していくという見地からベトナム、インドネシアを含めたアセアン諸国等に対し法律の整備や法律家人材育成といった法制備援を行っている。同年9月の自由民主党総裁選挙に再選を目指して立候補を予定していた。しかし石原信明幹事長が立候補を表明したため、 執行部を含めて、党内を掌握できなかった責任を取るとして、9月10日に再選出馬を断念。これにより、河野洋平以来二人目の内閣総理大臣に、就任しなかった自由民主党総裁、また任期中として野党であった、唯一の総裁となった河野は、任期中に、自社差連立性発足に伴い与党に復帰した。時代の安倍晋三も就任直後は、 野党総裁であったものの2012年12月26日に内閣総理大臣に就任、また第21代総裁時代も首相を務めた。平成年間では谷垣までの時点で13名が総裁を務めたが、任期満了による退任は1995年の河野2006年の小泉純一郎に続く3、例目である。総裁退任後も高知会へは戻らず、 総裁選で、再選出馬を支持していた議員らを中心に、谷垣グループである、有林会を旗揚げし、同会顧問に就任した。2012年12月、第46回衆議院議員総選挙で11回目の、当選。選挙後に発足した第二次、安倍内閣で、新総理の安倍より、法務大臣、厚生労働大臣、復興大臣を打診され、法務大臣を選択し入閣。 法省就任後、2013年は2月21日、4月26日、9月12日、12月12日の4度8人の死刑囚の死刑を執行した。2013年9月4日に最高裁判所が今外死を差別する民法の規定が日本国憲法に対して違憲であるとの違憲判決を下したことを受けて、兵庫県明石市が10月1日、 出生届の記載事項である、着出し、着出でない子の記載を削除した届出用紙を独自に作成したことや、婚姻歴のない一人親家庭に対する家父、夫控除のみなし適用を実施することを明らかしたことに対し、法令で定められたところに背く扱いを行おうとすることは極めて遺憾と述べた。2013年10月8日、宇都宮市で開いた、 自身のグループ研修会で講演し、消費税率を10%に引き上げることについて、10%に引き上げるときに最大の問題は原発を動かせるかどうかだ。できるかどうかで日本の景気動向は大きく変わると述べた。2014年6月26日、死刑囚一人に対して死刑の執行をした。この執行は年が変わってから初めてとなる。 そして同年8月29日には2度目となる死刑囚2名の死刑執行を行った。法務大臣就任中に合計6度11人の死刑囚の死刑を執行した。これは歴代法省の中で上川陽子、鳩山邦尾に次ぐである。2014年9月3日、第47代自由民主党幹事長に就任。自由民主党総裁経験者の幹事長就任は、 初めて。そして同日午前中の記者会見では、年末の消費税10%引き上げに関して、法律上は8%から10%に引き上げるためのレールが敷かれており、基本的には法律に則っ,って進める考えを示す。一方で、同時に景気情勢をよく見ていかなければならないと述べた。また安倍晋三首相からは、 初般の事情もよく目配りして進めてほしいと指示があったことも明かした。2016年7月16日午前、趣味のサイクリング中に転倒し、軽水損傷により入院する。幹事長の職務続行が困難になったため辞任の意向を示した。これを受け、続投の意向であった安倍晋三首相は、同年8月3日に行われた内閣改造に伴う自民党役員人事において、 総務会長の二階俊博を幹事長に任命し、谷垣は幹事長の職を辞することとなった。以後、療養に努めていたが、2017年6月16日、東京都内で開かれた谷垣派のパーティーにおいて、メッセージを寄せ、秋口までに復帰することを示唆した。その後、同年10月に行われる見通しの第48回衆議院議員総選挙には、 立候補しない意向を示した。政界復帰を求められたが、更新に託すとして、異流を誇示し、9月25日、正式に、政界引退を表明した。2018年7月には、有林会、谷垣グループが早武町にバリアフリー事業の新しい事務所を開設した。同年10月31日昼、安倍晋三首相と総理大臣官邸で面会し、 その後は自ら記者団の取材にも応じた。これが自転車事故で頸椎を損傷して以来約2年3ヶ月ぶりに公の場に姿を見せた機会となった。2019年2月10日、東京都内のホテルで開かれた自民党大会で車椅子に乗って登壇し、スピーチを行った。3月13日には2階が谷垣と会食し、 同年夏の参院選への出馬を打診したが、谷垣は誇示した。同年5月、東京都が設置した東京2020パラリンピックの成功とバリアフリー推進に向けた懇談会の名誉顧問に就任。金融再生委員長在任中、日本長期信用銀行破綻後に公的資金を投入し、オランダ席の 投資組合ニュー l t c b パートナーズに10億円で売却するのを主導。ニュー l t c b パートナーズが日本長期信用銀行名称変更後の新生銀行となり、新生銀行上場後株式を売却し、約1兆円の売却益を得たが日本側から課税できないことについて財務大臣在任中に日本共産党衆議院議員の塩川哲也から質問を受けた際、 条約関係の下で、日本では課税権がないということを承知しておりましたと、述べ、旧日本長期信用銀行の売却時点で既に、将来収益に課税できないことを知りながら、放置してきたことを認めた。これについて、日本共産党は外資に利益を与え納税者に、不利益を与えたと批判し、秘密保全法制には反対の立場であり、自民党、議員12人と連名で、 報道機関のみの規定をなぜ置くのか、報道機関以外はすべて処罰されるとするのか疑問である。かかる規定は国民すべてに適用されるべきという意見書を出したことがあるが特定秘密保護法には賛成。会見において、後日の1 9八十年代のスパイ防止法では反対の立場を取っていたにも変わらず、今回賛成の立場であることの理由を記者から質問された際、 秘密保護法制を考える際は民主主義社会においては情報公開の仕組みが合わせてなければならない。当時は情報公開制度はなきに等しかった。その時より状況が変わってきている。また、構成要件の条件も情報公開制度が全くない時とある時とでは縛りのかけ方が違う。と述べた。麻布中学校時代は剣道部麻布高等学校時代は 山岳部に所属。いずれにおいても、部活の先輩であった、橋本隆太郎に指導を受けた。その縁で、橋本隆太郎が会長を務めていた日本、山岳ガイド協会の会長を橋本から引き継いだ。東京大学入学後もスキー山岳部に入部し、活動にのめり込んで留年したり、司法試験で何度も、不合格になる、等苦労人的なエピソードも持っている。他の趣味は、 落語干渉、サイクリング。サイクリングには、ロードバイクや、マウンテンバイクを愛用し、何度もロードレースに参加し、高タイムで完走している。ただ、2009年にはサイクリング中に転倒し、怪我をした。正解でも指折りの自転車愛好者で、自転車活用推進議員連盟と、日本サイクリング会の会長を務め、協会公式サイトの 会長の新年ご挨拶ページにはヘルメットに、レーサージャージ姿の自身の写真を載せたり、総裁就任後は選挙応援や、地方遊説にも自転車を活用し、自転車活用新法の制定に尽力した。自転車関連でのメディア露出も多く、例えばムックボーン、イエローバイシクルでは、百十一点二八キロメートルの距離、いわゆるロングライドの距離であるを、同志編集長と共に、 自社で走りながら語り合う、前代未聞のインタビューを受けたり、単行本、自転車会議では、協調者に名を連ねたりしている。2004年6月4日、内閣府特命担当大臣、防災の井上貴一が、佐世保小6女児同級生殺害事件について、元気な女性が多くなってきたということですかな、などと発言したため、問題の本質から外れているとして、批判を浴びた。 この発言を受けて、谷垣は6月5日に、岡山市で行った講演で、弁護するわけではないが、私の若い頃は、放火は、女性の犯罪。もちろん男もあるが、どちらかというと、女の犯罪。カッターナイフできるのは、原則的に大人の男の犯罪などと発言し、軽率な発言として批判された。週刊文春。 2005年12月8日号で1988年に中華人民共和国を訪問中に女性を売春し中国公安当局に尋問されたと報じられた。これを受けて谷垣は名誉を毀損されたとして謝罪広告の掲載と2200万円の損害賠償を求めて週刊文春の発行元である文芸春秋川を提訴。一審、東京地裁は 名誉毀損の成立を認めて、文芸春秋側に三百三十万円の支払いを、明治、二審、東京高裁では一審判決を支持した上で、賠償額を二百二十万円に減額。その後最高裁は、文芸春秋側の上告を棄却し、二審判決が確定した。日本共産党の機関紙新聞赤旗に、二千九年の第四十五回衆議院議員総選挙において、 二人に一万千円を提供したと報じられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。